本当によく出るんですけど、だからアメリカと同じようなことをやって同じようなものを出してる。でこれだと俺がアメトークでやってるのと同じになっちゃうんだよな。この辺のこと分かっとくとワンピースももっと面白く読めるようになる。そうだよ。山本さん、アバケーションです。さあ、今回。いきなり始めるから分かんないね。はい、どうぞ、もう一回。そうだよ、始めましょう、アバケーション。アスラマレイ君です。何それ。はい、さあ、今回もですね、里幸男先生に、ね、よろしくお願いします。解説してもらおうと思うのが、今回はですね、フランス革命。フレンチ・レボリューションですよ。ギロチーン、ダーン。ね、本当によく出るんですけど、さらりと書かれてる。どんな感じで出んの？本当にこの時代にガラリと変わったとかっていうのが出てきたりとか、こういうのはフランス革命の時代に見られるとかって書いてあるんですけど、なんじゃそれみたいになっちゃうわけですね、日本史の人とか。おお、今回駒沢の自由9年もらったり、はいはい、中央の20年のもらったんだけど、はい、ここに書かれているのは一つはアメリカとの関係で、もう一つがメートル法の話。これはフランス革命を知らないと解きにくいね。中央の方は全然あんまり関係ないと思うんですけど、うんうんうん、フランス革命が何なのか分からずに読んでる人がすごい多いんで、うん、レボリューションって、あ、アメリカンレボリューションって出てるね。アメリカ独立宣言の影響を受けたって知ってた？アメリカ独立宣言って何？アメリカ独立戦争の時に手を貸したフランス人がこっちに来てフランス革命やってんだよ。だからアメリカと同じようなことをやって同じようなものを出してるだよ。知ってた？ラファイエットだよ。あ、懐かしい。ラファイエットね。だからアメリカ独立宣言とフランス人権宣言は似てるっていう。これはこういう、俺英語の文章のどっか見たことあるよ、うん、その2つは似てますみたいな話、うんうん、で何かが違うのはアメリカはキリスト教的な革命だから、うんうん、なんか神様が人を作ったっていう文章なんだ、はいはいはい、でもフランス革命の場合にはキリスト教排斥なんだこれ実は。あ、なので人は平等に生まれてとかっていう単語を使うので、うんうん、もうそこだけが違うんだけど。なるほど、面白いよね、なんか現実的じゃんこちら、うんうん、さあそんな一体何がどう変わったんだ。革命って言われてもね、多分革命って言われても何かがすごい変わるとしか多分人生の革命だみたいな。革命って言葉が普通に使われちゃってる時代なんで、ね、ああそうだよね。なんかちょっと俺革命って言ったよっていうね。いや革命的うまさとか革命的何々みたいなもんね。革命的うまさ言うね、のすごいみたいになっちゃったんで。森鉄の YouTube は革命的に、すごいってそういう感じで、なんかすごいみたいな感じで結構使われちゃ う、でこれがその版書なんだよね、はい、でこれだと俺がアメトークでやってるのと同じになっちゃうこれな。そういえばね、コメントにも来てましたね。そうか、パンサー尾形に教えたりしたっけ。あと宇治原くん、あ、宇治原、宇治原くん2人に教えて、まあ、できることできない子っていう風な感じで教えたんだけど、はい、まあ違う、さあ、ってことでフランス革命っていうなんか教科書に書かれている歴史的な話じゃなくて、これってなんか今でもこういうことあるんじゃないのって思うんだけどね。まあ、ちょうど格差の時に出てきた単語たちですね。ああ、見て見て、はい見て。じゃあちょっとお話ししましょう、はい、これ時代がいつかっていうと、そのこれでしょ、もう789、日本史のやつも789だけは覚えとけっていつも言ってますダサすぎる。やっぱ日本史の人も何のことやら、フランス革命の頃とか書かれててもいつだか分からない。例えばじゃあベルサイユ宮殿ぐらいは分かるでしょ、はい、華やかな生活をしてる、はいはいはい、ね、マリー・アントワネットなんてどう、うん、んこんなチューリップみたいなスカート履いて、はいはい、ケーキ食べて美味しいわとか、はい、首飾り作ってわって、あんな時代がこれよりちょっと前なわけさ、うん、パンがなければっていう、ね、そうなんか他の食べろみたいな感じのことを言っちゃうような人なんだよ。でそのそういう風な感じで不満な生活っていうのはこの三角形が不満の表れなの。これは人口構成だから、もちろん下が人口多くて上が人口少なくて一番上に王様がいるっていう感じでしょ。で僧侶と貴族がいて、ここに一般平民がいる話はこの間話した通り差別の話と同じでしょ。あ、日本史の人で僧侶ってなんか日本の坊主を思い浮かべないでくださいねそれこの間編集してて思いました。これ僕日本史の人たち坊主浮かべちゃうんじゃない。じゃあ聖職者って書いたらまだ違うのかな。あ、そうか、イメージ的にはないですね、はい、なんか聖職者って書かれてるのが多いかな、参考書だと。うん、でもなんか日本人的には僧侶の方が分かりやすいかなって思ったけど。でも黒いよ服着てんの。あ、うん、だからいいんじゃない僧侶で坊主のなんか言うんでここに行ったら面白いよね笑いで。それで結局さ、まあ、こやつらは特権階級だから税金払ってないわけさ、
でこいつらから年金もらってるわけ、うんうん、年金暮らしなの、はい、あとは地方田舎に土地持ってて、はい、で人に貸しててでお金もらってるって感じだから自分で働いてない人たちなんで、うん、なるほど。じゃあこのこっから出てくる年金、つまりこの人の生活とかこの年金はどっから出るかってこっから出てるわけさ、あららら、ね、でしょ。これがいわゆる世に言う搾取になってる、うん、それがベルサイユ宮殿で遊んでいるこいつらに不満に思うってことなんじゃん、うん。でそれっていうのは他の国ではもうすでに起こってたわけね、はいはい、イギリスではすでにもう終わってて、1640年ぐらいからだから、うん、もうだいたい140年か50年前にはイギリスでは終わってるんですよ。なるほど。でアメリカではこれよりもだいたい10年から15年ぐらい前に終わってるわけです、うん、でアメリカの場合はちょっと違うじゃん。知ってる通り、知ってるのかな、アメリカはイギリスから独立した国なので、ね、イギリスの王様がこれだと思います。ここがアメリカ人だと考えればいいんだけど、フランスの場合にはもうフランスの国内で起きているこの状態がなんと人口2500万人、やららららんらんらん、2500万人で、そのうちの約50万人はここ、あと所得、そう、あとは全部ここなのよ、うん、でも世の中の土地の半分はこいつらが持ってる。でそのうちの半分の大半はこいつ持ってる。でもこいつらなんて分かるでしょ、平民の中の、ね、一番上の層ですから、うんね、あ、例えばあえて例えば言うとここが森手さんってするじゃん、うん、あえて例えばじゃん、あとで例えばじゃあ俺がここだとしましょう、 あえてね、これね、あえてだよ、見かけじゃないからね、ほらねって言った場合に、いわゆる彼らっていうのはもう平民ではないのよ、うん、ほぼもう貴族と同じで、じゃあ何が違うかって言ったら家柄、うん、名前が有名だと貴族であって、うん、彼らは有名ではないから平民のトップにいるだけであって、うん、実際もうほぼ同じそうですよ。あ、そうなんだ、うん、だから結局ここにいる人ってのは平民なんだけど上と癒着してるから王様を倒そうなんてもうさらさら思ってない。なのでせめてちょっと王様あんまりえばらないでねみたいな程度の人ですよ。でこの人たちぐらいからやっぱ王様邪魔だ、だから王様いない状態の政治がいいってなるよね。このぐらいになるとどうなる、大嫌い、もう大嫌いですよ、もう殺さないと嫌だみたいな感じになってるぐらいっていう層の違いが、なんと見て分かる通り実はこれ変化するんです、政治が。これ革命っていうと、まあ日本史だとどうなのかな、革命って1年で終わる2年で終わるのかな、革命って言葉自体全然出てこないですね、出てこないか、そこ出てこないか、明治維新、何でしたっけ、なんか失敗すると乱って名前になるよね、乱っていうね、乱だって日本も短いか分かんない、これ実際何年までかっていうと99までですから、はい、だから10年間ずっと革命やってんのよ、だからそれは一人の人が革命やってるわけではないってことさ、ちょっと見てみましょう。つまりこういうことです。まず政権握ってんのはもちろんこいつらが政権を握ってました。あまりにもこいつらがうるさいね、あとはいい人もいるんですよこの中でも、そのここにいるいい人たちっていうのはもうあまりこっからもう取れないから、うん、やっぱりこっから取った方がいいんじゃないっていうやつもいそうじゃないですか、うん、ちょっと平民の味方っぽい人が、うん、でそれで実はここのある財務大臣がね、大蔵大臣がちょっとこっから取ろうよって言ってちょっと王様から助言、王様に助言してもらって、うん、こっから責任取ろうとしたらこれ怒っちゃって、うん、なるほどなるほど、なんだよ、そう、俺たち味方なんじゃねえのかって、うん、じゃあみんなの意見を聞こうじゃないかって言って、うん、みんなの意見を聞くために議会、これ議会ですよ、ほら、この全然知らないでしょ、この名前、これ出ないかな、はい、でも議会だとパーラメント、で実はこの議会っていうのはフランスの場合にはね、こう王様が強すぎてないんです、土地潰れちゃってて、なるほど、まあ、年代なんて思えなくていいんだけど1815年から1789、つまりこの年代までこれ停止してんだよ、うーん、でこれを開いて、でみんなの意見聞いて誰から税金取るか決めようぜみたいな話で開かれたのがこれ再開なんで、三部会、何が三部かっていうとこの代表とこの代表とこの代表だけどさ、普通だったら多数決じゃね、うん、でもこの三部会って多数決じゃなくてさ、多数決だったら勝っちゃう、そうでしょでもこれが2分1票制でさ、あこれが1票でこれが1票でこれが1票なんだよ、そしたらもうどう考えても2対1でさ勝っちゃうわけじゃん、くだらなくないですか、うん、何なのそれみたいな、だから結局怒った平民たちがそんなのやってらんないよねって言って、うん、誰が主導権握るか、つまりこの二人がこうやって手を組んだら、まずは俺が主導権握るよって言って、じゃあ先生お願いしますみたいになるのが、だからこれが主導権握ったね。それで彼らが作った政府が国民議会っていう政府を作って、でこの人たちが政治をするから、まあちょっとレベルの高い政治になって、しかも王様は殺さなくていい、なので王様はちょっと
一応憲法ぐらいは従ってみたいな、うんうん、これがいわゆる立憲王政っていう風になるんでね、うん、このここがねって感じです。でやっぱり少し時代経つとさ、今度は真ん中じゃん、うん、と真ん中だとさっき言った通り王様は本当はやめてもらった方がいいねってなるね、うん、これが一方議会っていう。ほうほうほう、王様を辞めると何戦なの、王政から。これで帝政とか答えちゃダメですか。これ帝国とか王政のからは共和制、共和制です、その通り。王様がいないのは共和制になります。だからこの人ももちろん共和制なんだけど、今森哲が言ってくれた通り彼らは激しすぎるんだね、うん、国民公開です。激しすぎるから激しい共和制、なんていう、急進共和にしようかじゃん。なんか激しっぽそうじゃない。急進分かってね、ラディカルとか分かってくださいね。ラディカルっていうのは急進のこと。はあ、だこれは激しいからさ、王様に死んでもらおうぜみたいな。あでギロチーンっていうのが、うん、どう、みんな試験になるんだったら何の試験が一番いい。ギロチーンだって気持ちよさそうじゃない。スカッとスカッと数秒だよ。だからこの時マリー・アントワネットも処刑されるんだけどさ、奥さん、うん、スカッと切るからさ、トカゲの尻尾してんじゃん、はいはいはい、あの、ね、切った後さ動くでしょ、うん、あのと同じように首を切った後マリー・アントワネットの首はいわゆる目の神経だけ残ってて、うん、30秒間目が動き続けた、首が落ちる、こうやって怖っ、いきなり大丈夫かな、これ YouTube 広告停止とかならない。そんなですか。でそこから吹き出した血を女の人がみんなでバケツで取って飲むんだよね。それは何でかっていうと、マリー・アントネットに美しくなれるっていう噂が流れるぐらいのお話、オカルトっぽいけど事実で、10月15日に起きた事件なんだよね、っていうふうなことが起きたのがこの時代なんですよ。ただこれって本当にうまくいくかって思う、このレベルの人たちが。まあ森哲が政治をしたらダメになるとは言ってんじゃない、そうじゃないよ。だけどちょっとやっぱりさ、労働者で仮想でさ、あまり勉強してない人がわわわわするなんて無理じゃないです か、 だから結局ダメなんですよ。なのでダメだったらやっぱり真ん中がいいんじゃないって言って、この真ん中のジロンド派の層に戻すんですよ、うん、で戻す、おー来た、ね、そうですそうです。でこれが総裁政府、まあ、こんなの覚えなくていいんだ、総裁政府って真ん中になるのね今度は。でもこういうことってない、普段世の中でも、うん、つまりお金持ち真ん中下、やっぱりちょっと激しすぎだからやっぱり真ん中みたいな、うん、で結構真ん中に戻るんだけど、真ん中は支持層が多い、うん、例えばこれが10だとすると85から90ぐらいは真ん中の支持層だけど、こっちは 5% とかね、こっちが 5% の支持層、どうだろう。少ない人が多い人たちに対抗するために戦い方は何をする。少ないやつが多いやつに戦いを挑むときって難しくないですか。難しいですね。どうやってやる。例えば暗殺だよねっていうことでしょ。テロだよ。あ、いわゆるテロ、爆弾爆発させたり襲ってみたり、だから結局社会不安なんですよ。あ、なるほど。いつ何が起こるか分かんないじゃん、うん、ドキドキしてるんだよ、うん、だからこの時代っていうのは実は安定しているように見えて、こういう人たちが暴れたりするので社会不安になる。お、じゃあ社会不安、みんなが不安になってる、そういう時にどういう人が出てくるとみんなは安心するだろう。例えば世の中は腐ってて、で経営もうまくいかない人、お金も儲からない、そういう時にどういう人が社長になったら一番いいだろう。俺についてこいって、俺に任せれば絶対大丈夫だっていう人いる。カリスマ的リーダーの必要性ってならない、求心力のある人。そう、誰がいい、歴史的な人出てくるのは誰、やらん、帝政になるんだよ。帝政、ローマ、ローマじゃねえ。ローマなわけこれだよ。そうですね、まあ、もちろんこれは誰でも知ってると思いますけど、ね、って言ってナポレオンが登場する。ここから名前が帝政になった。ちなみにナポレオンが登場するのは99からだね、うん、なので99からナポレオンが登場し、まあ04年5年後には皇帝になる。これがフランス革命の終わり。この人は出てきて終わるから革命って。だこの辺のこと分かっとくとワンピースももっと面白く読めるようになる。それ初めて聞いた。俺もさっき話してて、俺ねワンピースを恥ずかしながら知らない、まあ、世代が違うのかなです。だからさっきずっと森継が言っててよく分かんなくて、言ってる出てくる人のその登場人物の名前がエースしか知らないんですね。
しかも誰かのお兄さんかなんかで殺されちゃうんじゃなくて、それしか知らない主人公だね、主人公。あ、手が伸びると。こうやって10年間の革命があったんだ。革命っていうのは今ここにも多分出てくると思うんだけど、一つのことではなくて、いろんな階層の人が全部チャレンジしてる、階級闘争になってるわけさ。でそれで結局どうなったかというと、結局やっぱり真ん中がいいけど不安定になったから結局倒産者が出るっていう、これはすごいことで、歴史ってこれをあれだよ、ローマの時代とかこれを数百年かけてこうやってやってるんだよ。ほうほうほう、なるほどなるほど。それをフランス革命たった10年でやっちゃうんだから、俺ってこれすごいんじゃないかなと思うね。もちろんこの中にネット法が発明されたりさ、革命歴なんていう1ヶ月30日、1週間10日間なんていう珍しい暦ができたり、そういうのもこのフランス革命時代にあったっていうことなんだ。難しく考えないで、やっぱりどの層の人も1回チャレンジしたけど結局は真ん中が良かったっていう結末なんだよね。だからワイワイ騒いでる人だって実際は政治したってできないって思っちゃってるから、デモ行進でワイワイしてる人とか見ちゃうと勉強した方がいいよったらいいかなって思ったんです。こんだけ目まぐるしく変わったわけですもんね。そうですよ、10年で。もちろん英語の授業では必要ないだろうけど、でもこういう背景があるっていうのがすごい。でもこれでさ、ベルサイユ宮殿とかも全部破壊されてたらすごいんだけど、結局ベルサイユ宮殿って破壊されなかったんだよね、すごいよね。そう考えるとだから全部昔のこのエバってた時代のものが残ってるっていうのは文化価値が高いよね。これね、行ってみたら分かると思うんですけど、でかいですからね。でかい。疲れちゃうもんだって。お庭中、お庭回ってだけで、しかもパリにないんだから、パリからもっと離れたところにある、13キロ離れたところにあるので、まあ電車で行かなきゃいけない。ちなみに一つ、この人の弟さんがいて、ルイさんって言うんだけど、そのルイさんに息子さんがいるんですよ。その息子さんの名前はそのままルイ・ナポレオンさんって言うんですよ。でこの人はいつ登場するかというと、この人から50年ぐらい経ってから登場する。甥になるね、弟の子供だから甥だね。でこの人のことをナポレオン3世って呼ぶ人なんですよ。2世はテストには出ないし、もちろん世界史でも出てこないけど、この人が実は今年ではちょっと目玉になるんだろうなと思ってる人で、ここにもちょっと出てきたパリの形を変えるっていう話が出てきて、でパリを今の形、今のパリっていうのは真ん中に凱旋門があってさ、で道が8個あってさ、あのきちんとした形になってる、日吉、ね、そう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 、綺麗になってる、あの形を、放射線状の形を作ったのが実はこの人なんです。なんでかっていうと、当時病気が流行ったんだよ、コレラだ、イギリスから伝わってきて、で感染症がひどくって、じゃあもういっそのこと下水道も全部整備するために町を全部変えようっていうんで、で今の形にしたのはこの人なんです。なので多分英語なんかでそういう話がね、ね、話題として出る可能性もなるほどあるよね。なのでもこの人の名前というよりは時代がその19世紀の真ん中ぐらい、ここから50年ぐらい後の話で出てくるっていうのは比較的有名な話。なるほど、これは役に立ったんじゃないですか。ぜひ参考にして、サラリーといつごフランス革命って出てきますけど、そしたらもうこういうことだったって、こんなことです。だからこう歴史上ものすごいことだから、あんだけしょっちゅう出てくるわけですよ。そうなのね。だから漫画にもなる ね、 そうね。女の子がハマってるベルサイユのバラっていうのはこの辺で終わるから、漫画は。言ってましたね、授業でも言ってました、ね、あ、そうそう、これで終わっちゃうね、ベルサイユ、もうこの後書いてよみたいな。っていう話なんです。はい、いただきました、ありがとうございます、はい、じゃあまたよろしくお願いします。それじゃあね、ショクランマサラマー。